おはようございます。たまです。リオさん、お屋敷潜入大作戦やっていきましょう。はい、前回ですね、初の潜入探偵でね、トールくんはやる気に満ちていて、それで、厚彦さんの背景をね、まあ、ちょっとだけ言うて、そんなに大したことを紐解いてないのに、ちょっとだけリサーチできたことでね、調子に乗ってしまいましたね。それで張り切ってね、どやーってね言ってみたところでですね、厚彦さんにね、フルボッコにされてね、で、ピエンピエンとね、もう今時またあれかな、ピエンピエン言うてる人もおらんのかな泣いて帰ってきてですね、でひとしきりベッドで涙を濡らした後ですね、ちょっとスッとしたのかね、いやいやこのままではいけないって立ち上がってですね、これまでの情報を整理しようというところで前回は終わりました。ここからまたねやっていこうと思います。よし、ちょっとね、厚彦さんルートのトールくんは未熟さみたいなものがね強調されてますよね。トールくんの他のさつきさんとかね、せいくんの時はね、こう未熟ながらもそこをひたむきにね向かい合うことによって成功してたパターンなんだけど、厚彦さんルートのトールくんはね、ちょっとねより幼いなって感じをしましたね。うん、厚彦さんとはね、せいくんの次に年が近いんですけどね、ちょっとトールくん自身がねより幼く見えますね。それでは行くよ。厚彦さんは知りたかったら自力で調べろ、結果次第でその先も教えてやるって言ってた。ちょっと育てモードにね、厚彦さんが入っているというね、学園ヘブンの西園寺さんみたいにね、ダメ出しするんだけどちょっと食らいついてね、ちゃんとしてきたらちゃんと教えてあげるよっていうね、うん、厚彦さんは厚彦さんでね、何を試してんのって感じなんですけどね、そんなに厚彦さんね隠してることってないような気がしてるんですけど、私が最初にね前情報で厚彦さんのルートはストーリーが薄いっていうのをね聞いてるから余計そう思い込んじゃってるのかな、私も先入観でね操作をしてるのかもしれませんがね。うん、それに聞けば何でも答えてくれると思うなって、どこか甘えてたんだ俺。いや、こう自分のね未熟さとね見つめ合うルートですねこれってね、うん、うん、ダメじゃんか俺、うん、反省してる反省してる。あの時のトール君はどうかしてたんやな、ホルモンバランスがトール君も悪かった。このね黒歴史化するんでしょうね、トールくんの探偵人生の中でこの出来事がね。まだ潜入調査が終わったわけじゃない、今からなら取り返せるはずだ。うん、頑張ってこう。あ、ちゃんといい子、かわいいね、正座するところがかわいいね。里村探偵事務所心得その6、悩んだ時は原点に立ち戻れ、これだこれさ、ちょっと何個出てきた、毎回ね1から全部みたいな、名字が違ったってことだけなんですよ。あのピンクの人に追い回されてるから名字変えてるんじゃないの。ピンクの人は国枝さんしか知らなくて、で国枝国枝で探し回ってるから
名字変えてここにひっそりといるんじゃないのかなと思うんですが。そうだ、医学雑誌だ。うん、黒板出るかと思ったら出なかったね。なんか気になることもあったような。そうそう、この人から逃げ回るために名字変えてるんじゃないの。そういえばあの男は誰だったんだろう。穴だらけやな君な。まだ調べる余地がたくさんあるじゃないか。風間家との関係に注意を奪われすぎてたのかな。新しいことがどんどん分かって嬉しかったし。ね、ちょっと初潜入探偵で舞い上がってたんだね。そうですね。そんで楽しくね、セレブなプールにも入れたりとかしてね。よし、明日からは厚彦さんが今何をしているのかもう一度調べていこう。パジャマまだ着てなかったね。寝ようってことか。辛いことがあったら寝るのが一番。眠れるならね。ひどくなるとね、眠れなくなっちゃうから不眠になっちゃう。どこにする。はい、ちょっと確認。風間家との人間関係よりも厚彦さんが今何をしているかちゃんと調べてみよう。はい、妖怪捕まつった。よし、そしていない。ちょっと待ってね、この辺からね失敗が怖いからね、こういうチェックするわね、いろいろね。まあそれぞれだね、掃除しても大丈夫よね。掃除する。何をする。あ、まだルーペが出てないね。うん、はいはい、なるほど。ピュアやな。厚彦さんは厳しい人だから俺の甘いところが嫌だったんだろうな。だからちゃんと調べるって決めたんだ。二宮です。お掃除に来ました。いるのかな。失礼します。掃除もするけど調査も頑張るぞ。なになに、なんかこの部屋変わったな。変わってる。背景一緒じゃない。アハ体験。あ、前に入った時と比べるとちょっと乱雑になってる。うんうん、急に物が増えたってよりは散らかっちゃったみたいだな。
でも忙しいとしたら何が忙しいんだろう。厚彦さんってホームドクター以外に今どんなことをしてるんだろう。お、来た来た、ルーペ来ましたね。はーい、これいつもねやり直してからね着メロ取ってるんですよね。こういうのね、一発でね、見つけちゃうんで、ちょっと着メロをさっき探そう。この辺？うん。あ、よし、着メロゲット。こういう感じでね、着メロがね、取れるんですよ。大したね、音じゃないんだけど。あ、じゃあもう安心して。こっちも見てみましょう。じゃあ、ダイナムのこんなね、ベッドの上に分かりやすく置こうかな。あれ、キラーン。よいしょ。あやついてなかったね。はーい、じゃあキラリンポイント、キラリンポイントがどっかこの辺に。お、キラリンポイントありましたね。ちょっと覗いてみたら普段どんな研究をしているのかわかるかも。そんなに賢いの？あれ、どうしてここで止まっちゃうんだ？パスワード入ってるでしょ。何のメッセージだろう。パスワードを入れろと言ってるのとは違うみたいだし。あ、これって映画で見たことある。指紋認証の機械だ。やっぱり研究者だからかガードが固いや。素人の俺にはどうしようもないよ。正解かと思いきや失敗。ここでどっかに、どこどこどこ、これ今さっきの100メロポイントだよね。今回見つけられないね、一発で。こっち、なーに、知らん。あ、一緒か。はーい、じゃあこの辺の保存箱かな。今キラッとしたよ。英語の本ばっかりだ。俺見てもわからないからな。ああ、そういえば俺あの時医学誌の記事から手のひらに単語を書き写したのにその意味調べてない。結局って何や。結構トール君ってあれ勉強できへん子のねパターンでね、共感しかないね。自分が間抜けさに、そう、私もよく忘れるんでね。トール君はね若いのにね。今度こそ忘れないようにしなくちゃ。 なんだっけ、プラントだった。あ、これこれ、この単語だ、間違いない。違うかな。そうだね、でも今日分かったことを整理して推理してみよう。
今回ね、里村さんが手伝ってくれないもんね。ああ、はいはい。厚彦さんの専門って臓器移植なんだ。よく小さい子供が寄付金を集めてアメリカへ移植を受けに行くニュースをやってるよな。きっとアメリカでは臓器移植が盛んなんだな。あ、じゃあみのりちゃんがあれかな、臓器移植しなきゃいけないのかな。そのアメリカで厚彦さんは医学誌からインタビューされるほどの第一人者なんだ。あの若さで。ちょっとここは褒めとこか、普通にアホっぽいけど、かっこよって言って、はい、素直。すごい、厚彦さん。はい、キュンとした。はあ、かっこいいな。こんなにね、かっこいいかっこいいってね。厚彦さん、あーでもまあ幸宏さんもきっとそのなんかかっこよさに惚れ惚れしそうなキャラっぽいけどね。認識を改めなきゃな。厚彦さんは臓器移植の本場アメリカで第一人者として活躍してたんだからね。ついトゲだけ抜いてもらったら保健室の先生みたいな感じでね、思っちゃいがちだけど。先週までは結構風間邸にいることの方が多かったよな。もしかしたらあのパソコンで何かすごい研究の仕事をしてたりとか。このセキュリティ万全な風間邸の中でパソコンのデータを指紋認証でガードしてるくらいだもんな。可能性はあるな。あの日俺に教える義理はないって言われちゃったけど、確かにそうだ。あの時どうかしてたよ君がね。今のままじゃただ好奇心で厚彦さんのことを知りたがっているだけに見えても仕方ない。うん、パートのおばちゃんみたいやったから。でもそういえばあの時の厚彦さんいつもと違ってた気がする。みのりちゃんカレンかなと思ったんだけど違うのかな。あの同じタイミングでゆきひろさんもちょっとイライラしてたもんね。俺が怒らせたのもあるけど、あの夜は風間邸に帰ってきた時から様子がおかしかったよな。あんな風に怒鳴った厚彦さんは初めて見た。風間邸の外で何かあったのかな。さっきの部屋の散らかりようもそれが原因だったりして。何ですか、心へこの球。毎回あれかな、里村さんに読まされてんのかな、朝礼みたいな感じでね。ちゃんと整理すれば何かが見えてきそうだぞ。よし、里村さんに報告の電話をしよう。久
しぶりですね。私あのクビになった時電話かかってきてるけどね。はい、里村探偵事務所。あ、もしもし、里村さんですか。おう、トール、どうだ、そっちは。今、敦彦さんについて調べているところです。それで、国枝敦彦が本名だとさつきさんから証言が取れました。おお、風月院先生か。あ、そういえば、執事の国枝と敦彦の関係、調べておいたぞ。おお。って、遅いですよ、里村さん。もっと早くに電話かければよかったのに。なんだよ、せっかく調べてきてやったのに、その言い草、ひどいんじゃない。俺も知ってますよ、国枝さんと敦彦さんが、叔父と甥の関係だって。それで、敦彦さんのお父さんが国枝病院の院長なんでしょ。お、上出来上出来。もっとある、ね、国枝病院のことまで調べられたか。師匠はもう一つ先を行ってるんだね。国枝病院なら行ってみましたよ。そこで看護師さんから敦彦さんが統計大学医学部に所属しているっていうのも聞きました。お前、敦彦がホームドクター以外に仕事をしてるって気にしてたけど、分かってよかったじゃねえか。そうですね、確かに敦彦さんが単なるホームドクターなわけじゃないのは分かったんですが。何が分かんねえんだ。敦彦さんがなぜ偽名を使って風間邸にいるのか分からなくて。偽名を使ってるってことは、誰かに本名を知られたくないんだろ。お前は誰に知られたくないんだと思う。ピンクピンク。幸宏さん、さつきさんは敦彦さんのことを知ってるから、それ以外の人ですよね。なんだその自信なさげな返事は。いえ、そういえば俺、今まで敦彦さんについて風間家の人間関係ばかり調べてたなって思って。知り合いに偽名名乗っても仕方ねえだろう。はい、実はそれで行き詰まってしまっていたので、他の場所に焦点を移して調べようとしてる最中だったんです。角度を変えて攻めてみるってわけだな。いいんじゃねえか。褒められましたよ。でも敦彦さんの部屋を調べてみたんですけど、本は英語で読めないし、パソコンには厳重なロックがかかってて、敦彦さんの研究対象が臓器移植らしいってことが分かったくらいで、他に目ぼしい発見はできませんでした。なんだ、それでがっかりしてんのか。難しい本読んだり機械いじったりすることはできなくても、お前ができる調査方法はいくらでもあるだろ。体当たり取材ですか。行けるだけの場所にもう行き尽くしたのか。トールちゃんは得意だろ、あっち行ったりこっち行ったり。行ける場所、国枝病院は行ったし、他の場所もっとあんだろう、国枝敦彦が関わる場所が。統計大学。足を使って情報を手に入れてこい。はい、行ってきます。だけあって広い敷地だな。医学部に行きたいんだけど、どっちだろう。
あの人に聞いてみるか。すみません。あのすみません、医学部ってどう言ったらいいんですか？医学部はあっちだけど、君見学に来た高校生？若く見られてます。ええ、まあ残念だね。医学部とはこの間強盗が入ったから関係者以外立ち入り禁止になってるよ。強盗？幸い何も盗まれてなかったけど、研究室はめちゃめちゃで、パソコンやデータが無事で本当良かったよ。あのロックを破れる強盗はそうそういないだろう。国枝先生も災難だよな。国枝先生、それって敦彦さんのことですか？そうだけど、君国枝先生に憧れてここに来たの？はい。あの強盗って、敦彦さんは無事だったんですか？強盗が入ったのは深夜だったから、先生や学生は遭遇しなかったみたいだよ。ああ、でも当直の警備員が研究室に入ろうとした強盗に薬剤を注射されたらしい。今も意識不明の重体だって。怖い、薬物系怖いね。そんな、ひどい。そんな時にすごいアホな質問して怒られたね。その強盗がまだ捕まってないから大学全体警備が厳しくなってるんだ。だから今日は関係者じゃないと校舎には入れないと思うよ。残念だけど。あの、その強盗が入ったのっていつですか？何曜日だったかな。敦彦さんが夜遅くに帰ってきた日って、研究室に強盗が入った日だ。俺のことをよく知りもせずにって、本当にそうだ。俺無神経だった。敦彦さんにちゃんと謝らなきゃ。謝るにはまず敦彦さんに認めてもらわないと。それには今ここでできるだけ情報を集めよう。せっかくだからもうちょっと何か見ていきたいな。Hey, you are ここの student。 可愛いから声かけられたかな。はい。ここの医学部って keep out。立ち入り禁止なのかい？
そうです。この間強盗が入ったから関係者以外立ち入り禁止になってますけど。このピンクの人実はいい人だったりしたら面白いんだけど、でもやっぱ今までのパターンだとこの人が悪いとか、ね、おう、テリブ恐ろしいね。どんな事件だったんだい。特に何も盗まれていないそうですが、警備員さんが強盗に薬剤を注射されて意識不明の重体だそうです。それはそれは災難だったね。一体誰が何のためにいきに何かどっちも寄ってくれてるのがおかしい。日本語と英語ね。さあ分かりません。あれかな、体臭がきついから香水いっぱいつけてるのかな。体臭がきつそうなキャラクターだよね。そうか。一瞬普通に日本語喋ったぞ。エセ外国人なのね。わざとこのキャラを作ってんだね。何か。まったく物騒だね最近は。ユーも気をつけなさい。グッバイ。あはあ、お、あれハンカチ。お、あの、落としましたけど。遺伝子が取れる。どうしよう、これ。今の人、国枝病院で敦彦さんにしつこくつきまとってた人だよな。順番にね、里村探偵事務所心得が知りたいね。結構出てきたね。もしかしたらまた病院で会えるかもしれないし、それまで待っていよう。いくら覚えられないタイプの私でもあのインパクトは覚えるよね。敦彦さんが大学で強盗の被害に遭ってたなんて。学生は何も盗まれずパソコンもデータも無事だったって言ってた。わからないといえば、あのピンクのスーツの男も怪しかったな。またアメリカでって言ってたから、敦彦さんのアメリカ時代の知り合いかな。とにかく
厚彦さんには今事件が起きているんだ。でもだからといってこの事件を見て見ぬふりなんてできない。俺は真実を知るために探偵になるって決めたんだ。俺、犯人を見つけたい。やっとこうね、捕まえるべき犯人みたいなものが出てきたよね。どこにする？はい、かい。あ、いないね。あの別の人にお話を聞くっていうのって一回見れば OK ってことなのかな。じゃあお掃除しましょう。何をする？お掃除です。あ、通常のお掃除ターンですね。どこにする？ああいう通常のお掃除ターンで行けるときってね、他の場所お掃除しても OK だと思うんですけど、もう怖くてね、他の場所お掃除できないわって。行けるんでお掃除しようと思えばね、空いてる合間よそお掃除しても同じだと思うんですけど。はい、何をする？はい、お話。謝りに行くのかな。で、あとはこの一通だけなんだけど、厚彦さん宛ての郵便物見るのこれが初めてだよな。いかにも怪しいよな。なんか何が書いてあるんだろう。なんか嗅いだことのある匂いのような気がするけど、ピンクの人のだ。なんだろう。でも匂いだけじゃ何が書いてあるのかわかんないしな。俺、厚彦さんに怒られたばかりだから聞いても教えてもらえない気がするけど、でもこのまま気まずいままじゃ嫌だ。厚彦さんの研究室を狙った強盗事件があったなんて、俺も犯人を捕まえる手助けができたらいいんだけど。悩むのは後だ。とりあえず手紙を渡しに行かないとな。厚彦さん、二宮です。入れ。失礼します。お前、俺のいない間に勝手にパソコンを触っただろう。言い訳はいい。二度と勝手に触ったりするな。あ、すごいね。分かってるね。ごめんなさい。あの、でも中身は何も見てな。
用がないならさっさと出ていけ。拒絶されなくて。あのこれ郵便受けに入ってたんですけど、厚彦さん宛てですよね。手紙？何かあったんですか？怒られちゃう。お前には関係ない。この間はすいませんでしたってこうペコペコしとけばよかったんじゃない？さっさと部屋に帰れ。お前の話なんかに付き合っていられないんだ。厚彦さん、悩む。ちょっと伸びをしました私ね今。おかしいと指摘した方が話は進む。勘違いかもしれないってね、引くよりね。そうそう、セオリー通りいきます。えい。厚彦さん、最近厚彦さんらしくないです。またお前に俺の何がわかるって言われそう。厚彦さんはもっと自信にあふれてて余裕があって堂々としてた。今の厚彦さんはすごく苦しそうです。厚彦さんのために俺も何か手伝わせてください。お、実は探偵なんですコースかな。何もしない、何もできないくせに自分が欲しいものを手にすることを当たり前だと思っている奴が俺は大嫌いだ。人の命を簡単に操れると勘違いしている奴に思い通りにしてたまるか。
もしかしてその手紙、強盗事件と何か関係があるんですか？お前、大学での事件のこと知ってるのか？すみません、勝手に調べて。別に、新聞にも載ったから隠すことでもない。あの警備員の人、まだ重体なんですか？敦彦さん、俺も犯人を捕まえたいんです。調べたいなら調べればいい。だが、無能な人間に手伝われても迷惑だ。何かをしたいなら、俺を認めさせるくらいの重要な手がかりでも持ってこい。話はそれからだ。失礼しました。でも、重要な手がかりって言ってもな。とりあえず、東京大学での強盗事件のことを里村さんに報告した方がいいかもしれない。里村さんに相談だ。お、土曜日ですね。この流れでね、どこにする日曜日絡むのかな。これ里村さんに相談しなきゃいけないの？こういうこと？あ、違うね。ちょっと三角見ます。ほうほう、ほら、里村さんに報告しようってなってるよね。またクビになりそうでドキドキするんですが、里村さんに敦彦さんのねマークが出ないんですよ。もう一回行きますよ。で、これでね、肩凝ってんねんっていうイベントが出たらねまたやり直しじゃないって思うわけですよ。里村さん出ないね。日曜日を超えてからかな。ちょっと敦彦さんのとこ行ってみます。あんなにね険悪だったのに、まためっちゃ肩凝ってんねんみたいなイベント出たらね、何をする？違うんですよ、会話しかできないもんね。敦彦さん。あ、でもしょんぼりした顔でコンコンしてるから大丈夫かな。あ、よかったよかった。朝はいたみたいなのに出かけちゃったのかな。日曜日どういう風になるんでしょう。
さつきさんと同じ感じかな。会えないのかな。誰にする？はい。でもこのまま厚彦さんに軽蔑されたままなのも嫌なんだよな。ああもうここは勇気出して行ってみよう。厚彦さん、朝はいたみたいなのに出かけちゃったのかな。うん。俺が知らないだけで今も臓器移植の新しい研究とかをしてたりするんだろうな。それにあの時俺に話しかけてきた人、国枝病院で厚彦さんにまとわりついてたのと同じ人だったよな。あ、今度は本当にみのりちゃんが泣いてる。ん？なんだろう。もしかしてみのりちゃんの鳴き声。みのりちゃん、厚彦さん大丈夫？みのりちゃん血が出たらあかんとか。みのり、傷の手当てしてやるから立て。あ、そんなことはないよね。強い男になりたかったら泣いて待つより自分で立ち上がれ。ちょっとね、ジェンダー的に今時この言い方ダメなのかもしれない。行くぞ、みのり。傷を洗ってやる。傷の手当てお手伝いしましょうか。この程度なら一人でできる。トール君、もう緑痛くないよ。そっか、頑張ったね、みのりちゃん。強い男になりたかったら泣いて待つより自分で立ち上がれか。はい、ここでですね、お電話できるかな。23日とかになるとドキドキしちゃうよ。どこにする？あ、探偵事務所もいないもんね。
失敗しそうな気がする。そして三角、ほら里村さんに報告しようって言ってるんだけど、報告する里村さんねがいないんすよいないんすよ、ここいないとね落ちてもダメなの。じゃあまあ何をする、こっちにして肩凝ってるイベント出ませんように。お掃除もできるんだろうけど、会話ができるならね、会話だよね。あつひこさん、あ、でもちょっと困り顔で安心。朝はいたみたいなのに出かけちゃったのかな。はい、どこにする？お、里村さんいますね。これでお、いけますね。よかったよかった。これがね、出ないと不安になっちゃったんですが、時間的にね、もう1時間いってるんじゃないかなということで、この里村さんにね、相談してみるっていうのは、次回にしようかなと思います。今のところね、あついこさんのパターンはね、なんか前半にねすごく息があってね仲良くできたんだけど、途中でね気まずくなっちゃってっていうパターンみたいですね。でね、トールくんのね、まあ言うたらしょうもないことにこだわってる時にもっと大変なことが起こっていたので、ちょっとあついこさんをイラつかせてしまっていたということですね。はい、それでは今回はこの辺で。おやすみなさい。さまでした。